そうしたときに、その不安って、人と違うことが不安っていう選手もすごく多くいて、まあ、選手と人間がすごく多くって、そうしたときに、やっぱりその答えを出す指導者が方が日本多いので、僕みたいに 選手に質問ばっかりしてると、本当にこいつ大丈夫だかって不安にさせることあるんですけども、いや、だからそこは、向き合うべきか不安なんだよね、だってとか、というか、人と同じことをしていれば安心だっていうことの方がすごい危険で、特によく言うんですけども、で普通ってどこなん、こんなこと普通やりませんよって言われるんだけども、普通って何なんだって考えるとき、平均って考えると、トーナメントで考えるときに1回戦で半分が消えるんで、1回戦勝ったり負けたりを繰り返すレベルが普通になってくる、平均、もう競技全体の平均値になってきて、それじゃもう話にならないわけなんで、で、やっぱりそこの人と違う、ことをやることに対して、まあ、違うからやるっていうのもどうかと思うんですけども、違うことをすることに対して不安を感じる必要はないっていうか、同じことをしていることに対してれば安心っていうマインドは、そこは何とかしなきゃいけないなっていうふうにすごく思うんですよね。これに対して皆さんたくさん意見お願いします。はい。安藤さんお願いします。すみません。私ね、あと5分ぐらいで出なきゃいけないんで、先にお話させていただきます。いや、出口さんのお話、すごいいいお話だったと思います。で、課題っていうのは自分で見つけるべきだし、それによって、まあ、その優先順位もつけられるはず話だっていうのは、本当にその通りだと、僕も、思ってます。で、一方で、まあ、人と同じことをやってることに対して安心とかね、人より多く練習時間をしてるから、それで不安を解決するっていうのは、日本人にありがちだと思うんですけど、その解決方法は多分間違いな、本来は間違いだと思うんだけど、まあ、それを気づいてない指導者も多いのが日本の指導者多いのかなって。まあ、そこで洗脳っていうのかな、選手に思い込ませてしまって、お前これだけ練習やってんだから負けるはずないよなっていう、ことをやってる日本の指導ってのは未だに多いけど、ちょっと早くその時代を終わってほしいなって思ってます。で、あと、まあ、技術的な不安とその対人関係の不安って二つ、僕今お話聞いてて思ったんですけど、で、まあ、技術的な不安に対しては、まあ、まあ、指導者が寄り添ってあげるっていうのかな、適切なアドバイスをしてあげれば、解決に向かっていけるはずだと思うんだけど、対人か、あの、ジュリさんね、言われたね、その対人関係的な不安、あるいは社会に人に 向き合う時の不安っていうのは、すごく何かな、アプローチが難しいのかなっていうのを思って、ちょっとこの不安、まあ、不安っていうのを言葉にしない方がいいっていう話もありましたけれども、まあ、その人との関係の不安っていうのは、ちょっとの、奥が深いっていうか、根が深いっていうか、本当にそこは周りの人間がどういうふうにサポートしてあげたらいいかっていうのを、理解してあげてる、まあ、さっきマネージャーがね、いらっしゃるって話がありましたけど、まあそういう適切な人がいたら、そこ上手にサポートできるのかなと思って聞いてました。すいません、長くなりましたが、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。